はい、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今日はちょっともう暗くなっちゃったんですけれども、新しいコンプリートカー企画が始まります。そして車がなんと今ちょうど届いたところなんで、これから降ろして、はい、ちょっと車を見てみたいと思います。どうなってんすかこれ。79キロ。ド新車じゃないですか。そうです、届いたのはなんと新車の812スーパーファストでございます。あ、リフターもついてるんで余裕ですね。ライライ。はい、それじゃあ早速届いたフェラーリ81にちょっと見ていきたいと思います。はい、これこんな短期間で新車の81に入庫しますね。なんなら俺、ね、パンツと靴が一緒でこの前とタイミングが悪すぎる、はい、毎日同じ服着てるみたいじゃん。まさかそんな短期間で、はいはい、もう一回行きました。入っちゃうっていう、はい、入っちゃいました。前回は赤の新車だったんですけど、はい、今回は白。これビアンコ5イタリア。イタリアの、はい、イタリアです。でもうフルフルというか結構カーボンパーツ入ってます。またね。これがもう標準みたいな、はい、誤解しちゃいますよ ね。前も、はい、この辺もですよね。はい、これがまあこの前のと比較してもらうとね、これがノーマルっていうのが分かりやすいかな。この前の赤のはねノビテックがついてたけど、今回はパールホワイトでとりあえず今ノーマルなんで。なるほど、はい。そしてもう本当にド新車。ド新車です。走行2キロ、はい、2桁キロメートルなので、はい、もうピッカピカです。はい、お客さん1回も乗ってません。あ、乗ってない、ね、乗ってません、はい、乗ってないで取り上げてきちゃいました。はい、名古屋から運んでくるようになったんですね、はいはい。そして、まあ、当然車高なんかも全部ノーマルです。はい、ノーマルです。そしてすごいのがこのキャリパーの色ね、はい、うん、まさかのこの茶色というか、はい、綺麗なこれ、ね、この後ちょっと内装、紹介しますけど。いやもう内装はやばい。内装とこれ色合ってるんですよね。めちゃめちゃかっこいい。これブラバス行ってなんか何色だっけ、茶色だっけ。それもなんかブラバスの G800 作ってる工場で、うん、キャリパー茶色のがいたんですよ、はいはいはい、なんでこれ茶色なんすかって言ったら、うん、いやこれ内装と合わせてんの、うん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 、でドイツそれ衝撃を受けて、うん、いいで日本だとそのセンスの人いないじゃないですか。なかなか初めて見ました、はい、キャリパーの色と内装の色を合わせるっていう、はいはい、これめちゃめちゃおしゃれですね。クロートです。だいたいみんな黒、黄色、赤その辺じゃないですか。そうね、まさかの茶色っていう。茶色すげえ。そしてもう横もバッチリ全部、はい、またカーボンついてます、はい。コンプリートカー制作企画なんでものによってはこう隠れるじゃないですか、前回のオフィスとか隠れるのにカーボンパーツをチョイスするっていうオプションをつけるっていう。そう、エアロつける気で新車オーダーしてるのにオプションつけちゃうみたいな。もうなんか高い服着て隠れるけど中もちゃんとインナーもちょっと高級なもの着ますっていう、そういう発想なんですか。そうかもしれないね。でも後ろも全部カーボンで、はい、これすげえですね本当に。エアロをつける車じゃないですねもう本当これが標準かって思わせちゃうぐらいね。すごい、どの車もカーボンがバッチリついてます。じゃあ内装をちょっと見てみましょうか、はい、内装僕こんなの初めて見ました。内装めちゃめちゃおしゃれだよね。これって今田さんがこうした方がいいっすよとかって言うんじゃなくて、もうこれはお客さんがどういうセンスしてるんですか、はい、お客さんをたくさんの車を乗り継いでるんで。まあそうですよね。これちょっともう車パッて見ただけでちょっとこう車いろんな車乗ってて、カスタム上級者じゃないけどこういろんなこうオーダーできる車を、そう経験値が高いなっていうね、経験値が高いなっていうのがすぐ分かりますよね、うんうん、すごく洒落てる。まあこの前のね、はい、あのロストフォーミュラ1の赤い車もあれはあれですごくレーシングシートで、そうですね、内装カーボンでっていう感じですごくかっこよかったけど、今回の車はまた違った感じですごくちょっと体育会系とまた違った、そうね、本当にイタリア男子が乗りそうな、うんうん、でこのだって黒いっていうか濃い部分も黒じゃなくて焦げ茶じゃないですか。そうで、このイエローのライン入れてすごい洒落てるよね。これはちょっと当然なんですけど僕じゃ思いつかないです、ね、
よしこうしようってならないです。すげえ。いやこれはでも本当お客さんもすごい喜んで、はい、あの希望通りになったっていう、イメージ通りのものがちゃんと出来上がったっていうことで、あの喜んでました。めちゃくちゃセンスいいですね。で今回こうやってちょっと内装こだわったんで納車がものすごく遅れちゃって、あ、なるほど、それでこのタイミングでの新車納車っていう形ですね。なんか定番の黄色とか赤とか使わないですもんだね、はい、でこれだけおしゃれにするのに見てください、あのシフトのシフトとあのモードのボタンめちゃめちゃポップイタリアカラー、そう、はい、こういうちょっとシャレっ気いいっすよね。いいよね、はい、すごいシャレてる。これ真っ黒にしちゃうとかじゃなくて、うん、すげえこのセンスはやばいですね。ちょっと遊び心がある感じで忘れない感じですね、うん、いやびっくりだな。でこの車をなんと今回もうちょっとチラチラ映ってるんでバレちゃいますけど、あのフルマンソリーにしちゃいます。しちゃいます。しかも過去最高額っていうスタローンボディキット。そうです、あのコンプリートカーの名前がスタローンっていう、はい、はい、あの何でしたっけ、エイドリアンってボケたらあのカメラマンに鼻で笑われたっていう、はい、エイドリアンじゃないです、スタローンの方です。スタローンです、はい、ちょっと、はい、ありますんでちょっと見てみましょう、はい、これはちょっとインサートで多分マンソリーが作ったコンプリートカーの絵が差し込まれますけど、これがもうガラッと変わって、いやこれはやばいよね。こちらになります。もう全部今回ちょっと待ってください、これかぶせるとかじゃなくて交換じゃないですか。はい、全部交換します。このオプションがついたこのバンパーは、はい、外しますこれあの車が何万ぐらいじゃないですか。そうですね。でエアロキットが、まあ、マンソリーなんでちょっと価格を保養してないんであれなんですけど何万ぐらい、そうだね、とてつもない感じになっております、はいはい、ちょっと詳細端から見ていきましょうか、はい、もうマンソリーらしいもうフルフルカーボンのフロント、もうバンパーじゃないですよね、カウルって感じじゃないですか。そうね、ただその今回この仕様か、あとこれバンパーだけっていうのもマンソリーであって、今回のはフロントフェイスキットっていう形でフロントバンパーとフロント、まあ、ボンネットとフェンダーのセット、ソフトキットじゃない方ってことですよね。いや違うのね。え、違うんですか。2種類あるの。ソフトはソフトであって、はい、じゃなくてこのバンパーだけっていうキットもあるの。スタローンボディキットと同じこの形をしたバンパーだけっていう販売もあって、でそのバンパーだけでノーマルフード、ノーマルフェンダーっていう組み合わせもあるんだけど、お客さんと話した結果もう行くなら行っちゃえっていうこと で、まあ、そうですね、でしかもカーボンもフォージドカーボン、通常のカーボンじゃなくてオプションの大理石みたいな。そうなんですよね、あのマンソリーまで行くとカーボンがもうどうこうじゃなくて全部選べるっていう。そう、選べる、目の大きさも全部選べるし、ね、フォージドカーボンもできるし、綾織り平織りも全部できるし、できる、なんか羽が生えたようなやつとかね、はい、そしてドライカーボンなんで当然こう強度も剛性もあるっていう。で、まあ、ドライカーボンって一言で言っても本当に何ですか、ペラペラな、とりあえずドライカーボンですっていうものもあれば、もうフォーミュラーカーとか、うん、スーパーカーのその、うん、フレームに使われてるような超一流のカーボンもありますけど、もうマンソリーはとにかくすごいですよね。とにかくすごい、本当に自動車メーカーが使ってるそのオートクレープで成形してるんで、うん、剛性がめちゃめちゃ高いです。だからもうバンパーつける時もこう よれたりしないんですよね。しない、もう本当にフォーミュラーカーのカウルつけるみたいにこうガコっていう。そして今回この全部この下の部分がそのフォージドカーボンで見えるようになってるのと、ここラインを、ここラインをというか塗り分けを実施するわけですね。はい、同じラインで、この造形もえぐいですよね。えぐいいやもうこれ写真、あ、俺ジュネーブで実写は、まあ、コンプリとか見たけど、こう単発でパーツを見てないじゃん自分自身が。だからこう単発で見るとまたどうしようみたいなそこはなんとか、はい、これどう仕上げようみたいな、ね、ジュネーブで見たのと同じぐらいのクオリティのものが仕上がりますから、はい、そうね、ボンドボディで、はい、この上品な顔つきからこの全く別の、全く別の攻撃的な、攻撃的、すごい。そしてこの辺はこのヘッドライトの脇にもう今回触りません
なんかもうちょっとしたマンションっていう感じなんで、フルフルのキットが。そう、これが、オプションです。なるほど、はい、このヘッドライトの脇の部分のカーボンパーツはオプションで追加しました。でしかも今回車はベース白じゃないですか、はい、ここを黒くするともうなんかヘッドライトというか目つきが変わるじゃないですか。そう、もうとてつもないのが出来上がりそうな気がするんですよね。なんかさっきちょっと軽く当ててもいややめないですやめないダメです、はい、ちょっとそんなパーツも、はいはい、当然こちらもフォージドカーボンです、はい、であとはこれバンパーじゃこれボンネット、これもう全交換、はい、ボンネット交換します、はいはい、でちょっと箱から出すのに持ちましたけど、まあ軽い軽いよね、はい、軽いけど剛性すごいですね、うん、でよくボンネットとかってこう開けたりするからこうでかいじゃないですか、はい、こうたわんだりとかって、はい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 、全くないんですよね。これだと全くない。よく安いカーボンフードとか、まあペラペラではないからね、ペラペラだとこう持ち上げられちゃったりとか、うん、閉めるのこうグニャンってなったりするんですけど、うんうん、全くないっていう。全くない。で当然これがバンパーにつながるようにこう塗り分けの、はい、していきます、はい、で大きいこのダクトも純正よりだいぶでかくなりますね。でかいよね、まあ、この辺の処理もボンドボディで多分うまいことされるんじゃないでしょうか。ないでしょうか。そしてはい、フェンダーフェンダーもあるけどフロントフェンダーも交換いたします。すげー、はい、これあでも、うん、フロントフェンダーの造形ってちゃんと純正と同じ流れなんですね。そうだから、あのドアのプレスラインがあるからか。そう一緒で、幅も今回はオーバーフェンダーではないので。あ、なるほど。そう、あくまでこのバンパーとボンネットのつながりを作るためのフェンダーなんで、だから逆にするとそのバンパーだけでもこのバンパーつきますよ。あ、なるほど。ノーマルフェンダーでもこのバンパーつきますよっていう仕様なんで。横のそのエラみたいな、そう、ここね、ここももちろんちゃんとフォージドカーボンで、まあ、要はライン的なものは変わらないから、そのエラにしたいかそのままでいくかっていう。そうそうそう。ただこっちが困っちゃうんだよね、これを変えないと、うんうん、サイドとのつながり。あ、それがつながるんですね、サイド。そうそうそう。あ、そっか。そう、81にめっちゃ長いですもんね、フロントノーズが。そう。あ、なるほど。だからサイドスカート、だからこれをつけなかった時にサイドスカートとのつながりがどうなるのかなっていう疑問はちょっとあるけど。やっぱりこうトータルで考えるとフェンダーは変えた、やっちゃった方がまとまりが良さそうだっていうことで今回。はい、変えます。すごい。そしてこの辺がサイドの、はい、サイドスカートと、すみません、サイドスカートカーボンなんですけれども。はい。外します。外せんすよいらなかった説がそしてこの辺ドアのドアパネル、このちょうどプレスラインが全部じゃあ、そう、すごい立ち上がってるように見えるようなサイドスカートになってるんで、ドアパネルもドアパネルの部分も補助カーボン。イメージ的にはここから下が補助カーボン。そう、そのラインで、そのプレスラインでこうビューって立ち上がるような。 これが強調されますね。じゃあそうね、そうね、芸術っすね、やばいよね。でこのちょびっていうのがこっちのリアフェンダー側の、そこにつきます。なるほど、はい。そしてリアバンパーいきましょうか。これリアバンパーもすごい、ちょっとこのサイドのこの立ち上がりとかってこうちょっとウルス あのベナタスみたいな、ちょっとマンソリー結構 やりがちやりやじゃないね、はい、サイね。ただこの辺もちゃんと全部その空気の流れとかも考えた結果なんで、ちょっとこのスーパーカー81にもぴったりなんじゃないかなってですね。で、これ塗り分けどうなんですか。いや、これここどうすんのこれってお客さんともう打ち合わせしてあるんですか。いや、これからです。あ、なるほど、はい、じゃあ現物見てみて。そうね、だから物を見ないと結局どうする、ああするっていうのもできないんで、一回見てから電話でやり取りして。でもここから上フォージドカーボンにするとテールランプのこう周辺が真っ黒になるじゃないですか、うん、それめっちゃかっこよさそう。かっこいいよね。あれなんかマンソリーコンプリとかそうなってるでしたっけ。なってる。なんかちょっと古いなんだ355その辺のフェラーリとか。なんかね、そうですね、チャレンジグリルみたいなイメージ。そう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 、イメージちょっとパッと見そんな感じにもなりそうなんで、うんうん、で後ろにもしっかりダクトがエラみたいで入ってます。で今回トランクスポイラー、あ、トランクスポイラーがないね。トランクスポイラー違うで、今日ラガーに入ったんだ。だから来てないのか。トランクスポイラーだけはちょっと後から別便で、はい、別便できます。トランクスポイラーもあのでっかい足が生えてるやつと、要は GT ウィングみたいな、そう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 、とベタな、ベタ付けのこの前のノビテックみたいな
小ぶりなやつと、で今回はもうちょっとちっちゃい方。なるほど、はい。ちょっとそれは何か理由があってなんですか。さすがにちょっと大きいの派手すぎる抵抗があるかなっていう。まあ今回そのこういうね仕様だし、ビアンコイタリア で内装も洒落てて、で確かに羽ね足ついたウイングよりはベタっとしたウイングの方がアクセントになっていいかなっていうところなんで、そっちにしました。前回のあの赤い812みたいにちょっとこう赤でちょっと体育会系な内装でって言えば、そうだねそうだね、どウイングもちょっと似合ってもよかったかもしれない、うん、確かにこの内装だとちょっとその辺は小ぶりにした方が良さそうですね。そうですね。だ今回そのスタローン そのジュネーブで発表したコンプリとかがものすごい派手だったじゃん。ものすごい派手だったんだけど、次に出したなんかブラックなんとかっていうやつは結構 地味に同じボディキットなんだけど見え方が全然違うんで、今回だから世界的にもそうっすよね、白でこのボディキットを組むっていうのは俺すっごい探したけど出てこなかったから。そんな少ないですけどね。ないと思うんだよね。白っていうボディカラーを生かした仕様にしていきたいなと。ちょっとどう着地するかめちゃくちゃ楽しみですね。だいたいこうコンプリとかと同じようにするとか、そうですね、ちょっと仕様を変えてなんていうの多いですけど、この白のスタローンがまず世界に多分ないんで、とてつもないのが本当に出来上がると思います。そしてここホイールはないですけど、はいはい、ホイールはないです。まだホイールは後々発表ということで、はい、はいはい、期待しちゃっていいですか。いいです。そんな車をじゃ、はい、作っていきますって。僕何もしないですけどね。見守ります。カスタマイズを担当する高橋さんを交えてちょっと打ち合わせを、はいはい、もう高橋さんだから大丈夫ですよね。大丈夫です。G800 オールペイントをちゃんと着地させた高橋さんだから。はい、携わってない。大丈夫ですよね。ミスなんか一つもないですよね。あれ何これ、見たことないウインカーついてる。もう届いたの忘れてるじゃないですか。隠してました。そう、ね、本当ですか。届いてるのに出さない。あえて出さない。これウイングぴったんこっすね。ぴったんこっすね。すげえラインすごい素晴らしいですね。本当だね。素晴らしいです。芸術的なラインです。本当だね。はあ、ちょっと今塗り分けだったりをどうするか相談中ということで、まあ、横が鬼門ですよね。横がね、ここちょっとね、まあ、あとお客様も交えてっていう感じですか。まあ、でもこうやっていろいろできるのもマンソリーのいいとこですよね。そうね。なんで今ちょっと時間があったんですか。止まっちゃうよね。いやいや、普通のエアロだったらだってこうカーボン出すとかってあんまないじゃないですか。まあ確かにもう決められてるからね。ここ出せ、ここ出すボディの上に乗ってつけておしまいっていうのがもうほぼ 99% じゃないですか。確かに。マンソリーの場合だとこうじゃあこのプレスラインで塗り分けてとか、うん、でもまあ切るとしたら山っすよね。山、うん、ちょっとそれマスキング引いてみてくれない。はいはいなんて言ったことないよね。はいなんて言ったことないよね。でもさっき話ちょっと出たんですけど、もうまるっと塗っちゃうっていうのも、そう、もうこの車の場合だと、そうなの、ありですよね。そう、今回お客様のご希望としてはそんなにやっぱりこう、うん、さっき言った通りその内装もこうどちらかというとエレガントな感じだね。だからそのあんまりこうカーボンボーンって出してこうパッと見こう白と黒みたいな感じで仕上げたいんじゃなくて、こう割とこう自然な、まあ、ちょっと自然じゃないんだけど、溶け込むような形にしたいっていうことなんで、まあ、場合によってはこのパネルを全部塗っちゃう、ボディカラーに塗ってしまうっていうのも選択肢の中の一つではある感じなんですけど、これサイドスカート合わない、この状態。合わないですね、外さないと。あ、横側ってことですね。だこのサイドスカートをつけた時に、じゃ下はとりあえず出したいの、はいはい、一周ね、はいはい、だこれも普通に出しちゃっていいんだけど、はい、真ん中の部分とでフェンダーの下の部分も出すじゃん。そうそう、ただこれ全部塗っちゃうんだったらフェンダーも全部塗っちゃう。なんで、あ、そこの流れか。あ、その流れが、ああそうですね、そうですね、そうですね、そうだね、確かに。そうですね、この高さで、そうですね、あのフェンダーのカーボンの高さってことだよね。はい、あとサイド、だまああれ塗っちゃってもいいんだけど、どうしようか、はい、サイドつけた時の感じが、だからこの感じと一緒ってことか。そうですよね。
じゃあ、あ、イメージ的にはイメージ的にはね、したら別にこれ塗っちゃってもおかしくないよね。そうですね。そしてさっきちょっとびっくり発言が聞こえたんですけど、気のせいですか。え、切っちゃうやつまさかのこのマンソリーのバンパーを切るっていう。切っちゃう、切っちゃう。あれ高橋さん聞こえないふりしてますね完全にフリーズしてるこのサイドのフィンをちょっと高さが、うん、まあフロントはまあまだそんなにだけど、リアが結構もう高くて、どちらかというと外に出てるような風に見えるんで、このフィンの部分を今回切っちゃおう。切っちゃおう。決定なんですかそれ。はい、切ります。俺は切らないけど、隣の人は誰かが切ります俺も切らない低くするんですね。そう、あの自然なイメージでちょっと低くして仕上げたいというご希望なので。でも切り口も出ちゃうじゃないですか。切り口、そう、切り口は埋めて、まあ切っちゃうとこう空洞にカーボンなんでなっちゃうんで、そこを埋めて、でその1本だけちょっと、グロスブラックかな、ライン引いて、で引いてぼかりにくくしてぼかすみたいな。だからそういう意味でも今回そのそういうのもやりたくて、分かり目が分かりづらい工場カーボン、こう普通のね綾織りとか平織りだとそこだけビーって黒くなっちゃうんで、すごく分かりやすくなっちゃう。これ多分切るのもめっちゃ大変ですよ。これ外れるよね。あ、外れる、外れるよね。そうだよね、硬いじゃないですか。切れるかな、断面断面がガタガタ、断面もどうなってるかね。めちゃくちゃ難しい。トモヤね、トモヤが大丈夫でしょ。トモヤがこうやって加工しない人はこうやって好き勝手、うん、そう、俺はもうあの2個買ってつなげて長くするとかね得意なやつなんで。いや、得意なのは現場でやらないけどね、うん、投げるのが得意。そう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 、そうマイバッハとかね、あ、 S63 のサイドスカート2本買ってないからつなげてみたいな。ちょっとお腹が痛くなってました。お腹痛い、これそれいつもでしょじゃあ大加工ってたらそのぐらいですか。そう、そうですね、加工するといったらそこのフィン、前後のサイドのフィンを自然な形で、ここ10自然な形で、難しいっすよ、低くする。でもフロントはだからこのラインじゃない、このラインじゃない、あ、このラインで。いや楽しみですね、ここの仕上がり。皆さんご注目ください。リアは結構切るよね。リアの方が高いもんね。え後ろも同じようにフィンがついてる。出ないでしょ、だって外れないもん。でもこあんまり低くしすぎちゃうとこの中の骨というか、そう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 、だからこれと辻褄がおかしくなっちゃうから、まあ、切ってもこのぐらいまで。そうそう、それぐらいまで。そうですよね、すぐ骨組みじゃダサいですもんね。うん、角度もこのままの角度で、このままの角度で、だから言わなきゃ分かんないぐらい、はい、確かに短いっていう、っていう。でもほら比較対象する車がないから、多分日本1号車ですよね。そうですよね。コンプリートも入ってきてないですもんね。入ってきてない。もったいね、これだけで数万円分ぐらいありそうですそう、切ったらもらっていいですか切れ端をバラバラになってるから切れ端をちょっと飾っとこうかなって。でもカーボンをさ、マンソリーとかの部品でさ、切ったことってあるの。いや記憶にないっすね、ないです。質感がちょっとうまくこうもうなんか違うんですよね。バンパーじゃないんですよね、もうこの なんて言えばいいんですか。本当にあのバットとかゴルフいやゴルフのシャフトとかバットとか、そう、ね、そうね、そういうのにの、ね、使われてる、うんうんうん、だからもういわゆるなんか車のパーツカーボンっていう感じじゃなくて、うん、本当に強化プラスチックって感じですよね、うんうん、確かに。こういうもう反響音が普通のバンパーの反響音じゃないですよね。すごいよね。だ本当に果たして切れるのかっていう。そうそう、まあ、切れなくはないですけど、切り口がどうなっちゃうのかと。ね、あと下手したらこう他のところにもビシなんてこう割れちゃったりしたらもうアウトじゃないですか。うん、
とりあえずあとは塗り分けですか、ボンネットと。ボンネット、いやもうボンネットはあのプレスラインで、ああもうそれは決定してるんですか、うん、決定です。なるほど。だリアバンパーのここは白く塗っちゃう。だ基本的にはこう下の方にカーボン、まあボンネットはもちろん別なんだけど、下の方だけにカーボンが出るような、まあフェンダーのダクトとかはポイントとして、あとスポイラーとか、そうあの辺はいいんですけど、こうリアバンパーのこうバーンっていう、こうサンドイッチになっちゃうじゃない、確かに黒白黒みたいな、それはちょっとやめる方向になりそうです。これフェラーリのこの白は塗装的には別に大したことないんですか。いやいや全然ハードル高いです。ハードル高いんですか、やっぱり。ハードル高いです、スリーコートなんで、はい、フェラーリ結構もうキラキラなんですよね。一番あれでしょ、嫌なやつでしょ。確かに一番嫌なやつパールめっちゃキラキラしますね、うん、これを再現するのはやっぱり難しいんですか。いや難しいです。手間もかかるんですか。はい、時間はかかりますけど高橋さんだと一瞬あんまり高級車でふざけると本当に怒られますよ。いや本当今回厳しいと思う。フェンダーとか嫌だよね。いやいやだ、横の面と上の面がある。でドアとのつながりでしょ、ドア塗らないから、その色合わせの部分とね、朝食相当ドア塗らないよ。いやでもマンソリーとかも本当に何台も作ってるじゃないですか。あ、うん、だからやっぱりその製品だけじゃなくって、そのボンドボディのクオリティでっていうのをちょっと届けたいんですよね。そうですね、どんだけちゃんとつけてるかっていうの、うん、つけておしまいじゃないんで、うん、はい。というわけで今回は新しいコンプリートカー製作シリーズ第1回目をお届けいたしました。812がかっこよくなっている様子をもうこと細かにお伝えしたいと思います。そしてこちらの車、名古屋店でご入庫いただいた車なんで、もう812のカスタマイズは名古屋店にお任せください。でいいですよね。はい、はい、まあ各店どこでももちろんあのご入庫できますんで、え、名古屋だそうです。812マイスターがいる、名古屋店の方にご連絡いただければいろんな提案ができますので、ぜひぜひお問い合わせくださいませ。というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方は、続きをお伝えしますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。